観光鉄橋は大韓民国ソウル特別市の観光にかかる全長1,110メートルの鉄道橋で北岸の立山区に村道と南岸の道尺区路両津を結ぶ。観光に架けられた最初の近代橋梁で現在は単線である A 線、B 線、複線である C 線、D 線の4本の橋梁で構成されている。鉄道路線の上では 京府線の達山駅と路両津駅の間に位置する。日本統治時代の観光鉄橋1896年に京ひ都市鉄道の付設権を得たジェームズ・アル・モースによって1897年3月に建設が着手され1900年7月5日に単線の橋が竣工した。これにより観光南岸の路両津駅を起点としていた京ひとし鉄道は 観光北岸の形状駅まで延伸された。1905年に京府線が付設されるという総量が増大し、これに対応すべく複線化を行うこととなり、上流側に観光台に鉄橋が建設された。A 線の下流に位置する C 線は、複々線化により1944年に完成したものである。1950年6月、朝鮮戦争が勃発すると、 北朝鮮軍の南下を阻止するためとして、この参戦は、観光人同協と共に、韓国軍によって爆破された。しかし、創薬の不発のために完全には破壊できず、北朝鮮軍の戦車が橋を渡ることとなった。その後、A 戦の仮復旧工事が行われ、単戦で運行が再開されたが、戦後になって列車本数が増加したため、1957年7月に、 C 線を復旧し、副線での運行を再開。その後さらに本数が増えたため、AB 両線の復旧が進められた。この際、日韓基本条約で獲得した資金も投下され、1969年6月28日に完全復旧を遂げた。D 線は、KF 線の参戦化に伴い、A 線と C 線の間に新たに建設され、1994年12月に、 竣工した。現在、A 線及び B 線は京都市線特急、急行、京府線 A 急行、C 線は京府線の KTX や ITX セマウル無群波高、練り路などの一般列車と京府線 B 急行、D 線は首都圏、電鉄1号線観光列車に使われている。また、貨物列車は D 線以外の橋を使用する。A 線、B 線、 シーセンの協梁は大韓民国登録文化財第250号に指定されている。ありがとうございます。